二日が土屋の誕生日だったんですよ。ああ、そうかね。うん。うん。寝たいね。で、まあもちろん祝ってくれる彼女もいないし。うん。あのー、友達も今いないんですよ、東京で。お <laughs> う<も>。もう俺しか友達いないんだよ、土屋は。その、なにバイト先とかではできないもんだろう一切できないみたいです。ああ、そう。店長にこないだちょっと切れちゃって、土屋が。<laughs> <laughs> 今い、居 <laughs> <よ>づらい感じになって。何を切れることがあろうか。いや、土屋が、バイト終わり次第連絡してくれと。 あの、いうふうなことだったんですよ。ちょっと、ネタ作ろうと思ってて若林さんそうそうそう。約束があった。そう。それで、えっと、上がるはずの5時になったら、5時からの、あの、大学生の男の子が、無断欠勤したんですよ。よくない、これは。で、ごめん、土屋くん残ってくれと。なるほど。でも、彼は、その、オードリーの若林が待ってるわけですよ。 終わる時間をね。約束してあるからね、先にね。で、その若林さんを待たすわけにいかない。でも彼は若林さんがとかは言えないわけで、今、あの、放送作家になりたいっていうのを隠してるから、バイト先じゃ。なるほど。そうそう。だからどうしても外せない仕事があるあ用事があるんですでも、いや、あの、フリーターだからそんなのないだろうって店長が決めてかかるわけ。あらうん。 そしたら土屋が、いや、そんな僕になって用事があるんですよ、って。まあいいわね。残業しろって言うなら、やめますよ、つって。おー。言った。そしたら、バイトの女の子がもう一人の入ってきて、やめないでください。って言ったんだって。で、あいつはやめませんって言って残業したんだけど。したのしたのだ。結局。そうそうそう。5時に終わる予定が11時までバイトしてました。結構。 結構残されたな。偉いな、お前いや、偉い。い偉いのって、<laughs> ね、ってそっからやってんのに、うん、いきなりガキから突き落として40歳のね。うん、まあ、まあ、まあ、ばばっちゃばばと喋らすからおばさんのまねにしとりなさい。<laughs> <laughs> 本当に失礼いたしました。うん、あの、こういうとこ直していこうと思ってます。本当に。 あのー、リスナーのおばさんたち申し訳ございませんでした。うん、<laughs> おばさんが怒ってるよ。<laughs> なるほどな。まあ、大変だった。で,ね、でもそれでまあ、成長はしたんじゃないですか若林さんから見てどうなのよ。一、うん、週間経ちましたけど。いや、それは、だから彼なりにいい人もいるんだなって思いましたって言ってるんだけど、うん、で、うん、それで土屋の誕生日だったから、寿司食いに行こうかっつって寿司食いに行ったら、4巻しか頼まないんですよ。しかも全部白身。 へえ。うん。いっいだったのか。いいのってさ、いいって言って。じゃあ、お前の誕生日だから、キャバクラ、人生初キャバクラ連れてってあげる、つって。しばらく歩いてたんだけど、急に、あの、キャバクラ今から行くんですかなんでどうしたのさ、いや、ちょっと地獄ですね、つって。ん。なんでつったら、女の子と喋らなきゃいけないんですよね、つって。そうそういう地獄ですね、つって。で、分かった。じゃあ、お前が楽しくない誕生日なんて、 いい誕生日じゃないかやめようってやめたのよ。なんだよ、<laughs> もったいない。うん。あ、そう。なんかね、やっぱやみたいよ、まだキャバクラ行くの。キャバクラだゃガールズバーからじゃないですか、じゃガールズバーも嫌だろ、だって。だから聞いたらフーターズがギリっつってたもんだって。ああそう。フーターズだったらいけんのあいけるけいや、フーターズ行けんかったらガールズバーいけるよ。じゃあ、フーターズガールズバーで慣れてキャバクラか。キャバクラかも。 スナッカーさんでいいかもしれないね。いやいや。でも、うん。俺はこれに関しては逆の意見なのよ。ほう。俺はこれに関してはライオンの子供を落とすのと一緒で、やっぱいきなり風俗かなとは思ってんだよね。これに関しては。いきなりうん。いきなり風俗はどうなのそれこそ何もできないんじゃないいや、聞いたのよ。キャバクラ。楽しめないじゃないキャバクラ屋だったら、お前風俗なんて、いかないよな、つって言ったら、 どっちかというと風俗の方が行きたいですって言ってたからね。ただの無口でエロいやつじゃねえか、そんなもうさ。ただし、あんま喋りたくねえけど、エロいはエロいっていう。いや、北方健造じゃないけど、やっぱりもっと女性っていうものを、なんつうんだろう。あの、もっと女性っていうものをね、土屋にはね、感じてほしいんだよね。なるほどね。ははははは。 あ、じゃあそうだな。<laughs> いや、うん、放送作家をやっていくにあたってうん、あ、じゃあそうだね。うん。うん、段階踏ませなくてもいいかもね。彼はもちろん、その、なんてうんですか、うん、その、サラピンですから。ほうん。はい。あのー、ちょっと風俗かなと思って。でもその、風俗店でもいろいろあるじゃないですか。うん。ねうん。何の風俗店に連れていこうと思ってるわけ いや、それはお前がよく行くやつにしようかなと思って、ねうん。韓国マッサージ <laughs> いや、風俗じゃねえけどです。<laughs> それあんま良くないと思うそれね、あんまり喋んな方がいいと思う <laughs> <俺>あ、そうだって風俗じゃないじゃん。風俗ゃちゃんとしたマッサージを受けるだけだろまあまあそうね。だから気,気圧。気どいマッサージを。いや、それ言わない方がいいよ。本当にあんまり。マジで。<laughs> スペシャルなのがあるところがあるっていうさ。じゃほんと本当それ言わない方がいいんだってそれ、うん <laughs> 今ちょっと弾みでね。まあでも一番、うん、ゆるいというか、ところはそこだろうね。なるほどな。そこから行くってことそう、もうトップから行くんじゃなくていや、ゆるめの風俗から行こうかなと思ってんだけど。へぇ、うん、なるほど。どうもう。うーん、ゆるめ行くんだったらなんかキャバクラとかでも、うん、あんま変わんないんじゃないああ<ー>だったらもうね、本当にお風呂に入りに行くぐらいのさ、うん。 いきなりメジャーリーグが行っちゃった方が。でも土屋はやっぱり愛のある成功渉で、うん、あの、大人の仲間入りしたいだろうそれはこだわり、うん、あの、お店じゃ嫌だ、やっぱり。どっちでもいい <laughs> こだわれよ。だよ。こだわれよっていうか。 じゃあもうその誕生日のキャバクラ断った言葉の裏には、そういうことがあったってことは、キャバクラ屋ですけど、風俗は行きたいですっていうに言ったってことでしょ。そうだよねー。うん。そうだよね。まあまあまあ。でも確かに24歳頃キャバクラは行く感じ、うん、あ、でも行ってたな。21ぐらいから行ってたもんね、俺らね。 いや、全然、全然。二十歳ぐらいから行ってたよね、キャバクラ。で、大学生で珍しいねとか言われてたね東村山とか。東村山。東村山と小川とか、一緒に行ってたよね。谷口とな。で、私もその木更でさ、タイガさん、いろいろ教わってたからさ、キャバクラの生き方みたいなの、一人だけしてた行って時間聞いて、そうそうそう。そう時間来たらちゃんと教えてくださいとか。今思うとさ、あんなギリギリの金でさ、バイトして貯めたらギリギリのお金で行くもんじゃん。 じゃないよねキャバクラなんか。<laughs> 握りしめてな、うん、5000円札。みんな東村山のキャバクラ行ってたもんな。ウケたなぁ。懐かしい二十21歳のお客さんってあんま来ねえだろうな。いや、そうだろうね。めったにいないだろうね。おじさんになってから遊ぶもんだよなぁ、あいや、そうだなぁ、そうだ。な、うん、泣けなしのカレーで行くっていうところじゃないよね。うん、余裕持っていかないと、それはダメだよ。うん、え、うん、お前ってさ、うん、その、 大人の仲間入り、童貞の時と、うん、童貞捨てた後って、うん、なんか笑いの感覚みたいの変わったのお前。笑いの感覚、うん、<笑>,笑いの感覚はあんま変わってないんじゃないですか何か変わった自分の中で、その、お<ー>童貞と童貞捨てた後。うん。やっぱりその、うん、景色が変わったよね。<laughs> <laughs> 景色っていうのはどういうこといや、景色が変わるぞ。景色っていうのはどういうこといや、やっぱりなんかね、その、もう、大人になったなっていうね、ベタに。帰りの、うん。池袋駅で電車待ってる時だな。うん。今まで行きとは全然景色が違ったもん。あ、どういうことそれ。どういうことなんつうのかね。うん。うん。その、 なんだろう社会人みたいなどと近いかもしれないね。ああ<ー>。お給料もらって、親の、その、お金で生きてないみたいなさ。うん、うん。もう、知ってるんだぞっていうね。ちょっとごめん、ボキャブラリーが少ないですね。ああ。景色まですごい良かったんだけど。うん、その説明は難しいね。<ー>うん。